ナンマンダブ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 。無常人人未明の方は、百千万号にも愛をこぞかたし、我今検問し受持することを得たり、願わくは如来の真実義を下し立てまつらん。ナンマンダブナンマンダブナンマンダブ。どうもようこそお参りくださいました。まあ、インターネットっていうのはすごいなと思うんですけどね、昨日の午後の話が、あと夜、両方ともね、500超えてるんですよ。ってことは、インターネット通して500人が見てるのか、まあ、500回っていうんだから、1人が1回、2回見てるのかもしれないけど、要するに500回アクセスがあるんですね。昔はこんなことはなかったですね。だから、まあすごい時代になってきたなと思うんですけどね。だからこれはご法義が広まっていく上では非常にまあコロナからですね。コロナの、まあおかげと使いたくないんですよね。コロナで亡くなった人もいるから。だけどコロナのせいによってこれだけインターネットが普及してね。日本はなかなかあれですね。チェンジするのが遅いわね。海外なんか全部会議はもうインターネットなんですよ。お金かかんないからね。日本は電車賃まで払ってね、京都まで行ったりして会議やったりして、まあはっきり言って無駄遣いやってると思うんだよ。だけどまあそういうこともだんだんこう変わってきてますけどね。まあこう今日はこの話をします。今日はね、午前中から豪の話してるんです、ずっと。豪っていうこと。あまりみんな豪言わないんでね。まあはっきり言うけど豪に触ると、差別につながるからって言って、業に触れないんだよ、みんなね。で、業に触れないから、業の話をみんなね、聞かなくなってくるんです。で、業の話しないとね、仏法の話にならないんですよ。だから、あえて、今日はこの、宿業っていう業の話をしようかと思っています。で、これがね、宿業っていう言葉が出てくるのは、お正行で、私の知ってる限りで一箇所だけなんだ。どこかって言ったら、歎異抄。他は宿業って言葉出てこないんですね、お正行には。だから、この宿業の話するとね、それは親鸞聖人は、ちょっと、要するに歎異抄に書かれているような宿業観ではないんじゃないかっていう人がいるけど、そんなこと言い出したらね、お正行なんて読めないですよ。やっぱり自分の都合のいい都合の悪いっていうのは置いといて、要するにお正行に書いてあることを何を言おうとしてるのかってことを聞く態度がないとね、お正行は読めませんので。で、歎異抄しかないんです。宿業っていう言葉はね。どういう場面に出てくるかというと、これ大体歎異抄っていう書物はね、誰が書いたかわかんなかった。だから昔は、作者の名前書いてないでしょ。だけど、内容から行くとね、親鸞聖人と直接会ってる人が書いたことに間違いないんだ。だから、私は縁があって親鸞聖人のそのお話を聞くことができたので、だから、これからのうちに生まれてくる人に対して、親鸞聖人の教えを間違いなく伝えるために、この書物を書きましたって言って書いてあるんだから、実際に歎異抄を書いた人は親鸞聖人と出会ってるんですね。と、親鸞聖人からと出会ってる人で、この歎異抄を書くぐらいの力のある人ってことになると、まあ大体お弟子。親鸞聖人のお弟子はたくさんおられるけど、一番弟子もね、これもいろいろ意見が分かれるんだけど、とにかく弟子の筆頭に出てくるのは神仏というお弟子なんです。神仏というお弟子が、弟子の名前をずらーって書いてあるところに筆頭に出てくる。だから神仏という方は非常に親鸞聖人の弟子の中でも有力な人なんですね。もう一人これです。正信坊という。この正信坊というのはなんで有力かというと、親鸞聖人が生涯かけてお書きくださった教行信抄。これをいただいたものなんですよ。だから親鸞聖人の直筆の教行信抄は、
今、一つしかない。この直筆の教行信書をいただいたのが正信坊。と、もう一つ、正信坊については私こういう話聞いてんですね。正信坊のお寺っていうのは浅草にあるんです。以前はね、茨城県にあった。宝厳寺というお寺です。で、なんで東京に移ったかはよくわからないけど、要するにもともと茨城県のお寺が東京に移った。しかも浅草ですね。これはね、理由はね、今でこそ、例えば銀座が中心だとか築地が中心だとかってみんな言ってるけど、実はね、浅草というのはね、東京ができる前からあるんですよ。浅草寺というお寺が、浅草寺を中心にできた江戸っていうのは、大体。だからお寺を中心に町はできるんです、大体。うん。だから、浅草寺を中心にできた。だから、東京の中心なんですよ、浅草がね。当時は。ね、東京ができた頃は、江戸だった頃はね。だからそこに別院ができた。東西両方願寺の別院ができました。で、振袖火事って言うんですけど、これは八百八七というね、有名な、要するに、あれですね、火消しの男性に恋をして、その火消しの男性が、どこの組のね、火消しだかわからないんで、もう一度会いたいって言うけど会えないわけだ。で、火事になったらその火消しが飛んでくるに違いないから会えるっていうことで、火をつけたわけだね。こうしたらそのつけた火が、江戸中に広がって、江戸の大半が燃えたんですよ。これが振袖火事っていうんだね。その時に東本願寺も西本願寺も浅草の別院が亡くなった。その時に東本願寺は、これ東本願寺という教団はね、大体徳川家康公が作った教団ですから。こう言うとお東の方は怒るかもしれないけど、それまでは本願寺は一つだったんだから。あまりにも本願寺の力が強すぎるんで、やっぱりこれを日本をね、治めるには、とにかく本願寺対策が重要なの。昔からよく言うんですね。泣かぬなら殺してしまえほととぎす。これ読んだのは信長。だから泣かぬならっていうのはこっちの言う通りにならないんだら、相手を潰せと。これが信長のやり方だっていう。で、泣かぬなら泣かせてみようほととぎす。これが秀吉のやり方。だから秀吉はね、プレゼント作戦なんです。うん、西本願寺の今のね、本山の土地は、秀吉が寄付したんです。堀川通りのね。で、その時に、自分の、要するに愛人の別邸、それが飛雲閣。あれも寄付したんです。で、要するに国宝になってる国宝の間っていうのは、秀吉が他の大名と対面するときに使った、大広間だから、全部そういうプレゼント作戦ですよ。それで本願寺とうまい関係をつなごうってやったのが秀吉なんだよ。で、家康は泣かぬなら泣くまで待とうほととぎすなんだよ。だから時期を見て。で、どうしたかって言ったら、要するに、あれですね、信長が大阪の本願寺を攻めたときに、当時の御門主が、権女上人というね、御門主が、一応、11年戦争の挙句に天皇がね、仲裁に入ったんです。もういい加減にやめなさいと。で、天皇の仲裁によって信長と本願寺が和合した。で、その時に、ここを明け渡すという約束で本願寺は手を打ったんですね。ただ、ご長男が、京女上人ってご長男が、明け渡すわけにはいかないと。この、大阪のね、本願寺のために、もう、ものすごい数の門徒が死んでるんだと。だからその元のためにもこれを明け渡すわけにいかないってお父さんと反対したんです。だから、権女上人は長男の京女上人に後を継がせなくて三男坊に継がせたんです。で、今続いてきてる。だからこの時に家康がですね、本願寺を分けるチャンスだ。泣かぬなら泣くまで待とうほととぎすで、ちょうど時期到来っていうことで、京女上人にあんた新しく本願寺作れと。で、自分が全部土地を確保してやるって言って、向こうのお東の土地ができたわけ。で、本願寺っていうのはもともと阿弥陀様がご本尊のお寺じゃないんですよ。親鸞上人の木造がご本尊なんです。だから御影堂の方が大きいでしょ。うん。だから木造がないと困るね。だから木造どうしたかって言ったら、
今はね、前橋にありますけど、元茨城県にあった妙安寺というお寺に、親鸞聖人五字刻の木像っていうのがあった。五字刻ってことは親鸞聖人が彫ったって言うんだけど、親鸞聖人はそんな器用なことはしませんよ。五字刻ってのはどういうことかって、親鸞聖人が認めたってことなんだ。うん。これを私の木像としていいと。で、そのために裏側にのみを一文字入れるっていうのね。一のみ入れる。それによって五字刻って言うんです。で、それが何体かあるんですよ。で、さっき言った法恩寺さんにもあった。正信坊のお寺に。今、現代でもあります。だけど法恩寺さんはね、あるってことを黙ってたんだよ。これ言ったら取り上げられるって知ってましたからね。取り上げられたら叶わんつんで、しらばっくれてたのよ。妙安寺さんはね、それ黙ってられない。言ったら取り上げられちゃったんですよ、家康から。家康の手紙がある。あんたのね、あの、お木像を東本願寺のね、本尊に出せと。その代わりあんたを特別な寺としてこれからずっと扱う。お里御坊という特殊な位置をいただいて、ほんで妙安寺さんというお寺があるんですね。うん。ただそういう、いわば、東西に分かれましたから。で、まあ、それは、分かれたのはいいんだけど、要するに、振袖火事の時に焼けた時に、お東は家康さんが絡んでるんで、そこに作っていいって言われたんです。浅草に。西はね、海を埋め立てて作れって言ったんです。これが築地なんです。で、埋め立てて作ったらそこを全部お前の土地にやるっつって、誰が埋め立てたかって言ったら、佃島の門徒。だから、築地本願寺の一番古い門徒は、佃田門徒なんです。明大前の横にね、お墓がある築地本願寺のね、和田堀廟所って言って、そこで一番いい場所を確保してるのは、佃田門徒です。江戸時代からずっとそこ。で、なんで佃田門徒かっていうと、江戸にはね、漁師がいなかったんよ。で、家康さんっていうのは魚が好きだったらしくてね、最後亡くなった理由がタイの天ぷらだからね。タイプの天ぷらに当たったっていう。で、魚取る漁師がいないんでどうしたかって言ったらね、大阪から呼んだんです。漁師を。ただ大阪から大量の漁師が佃島って島に住んで、そこに一番最初に何伝えたかって言ったら、佃煮。佃煮っていうのは大阪の食べ物なんですよ、あれ。釘煮って言ってね。ちっちゃい魚を、あれ、作るんだよね。だからそれが佃煮の始まりなんだよ。それが大阪だからみんな浄土真宗の門徒なんですよ。それがこれ作ったんです。築地。時代って面白いね。今浅草よりこっちが、場所が良くなっちゃったのね。いずれにしてもそういう理由がありましてね。まあ、東西両方には存在するんだけど、まあさっきの話に戻しますけどね。だから、そうやって、言うならば、親鸞聖人と出会ったものが書いたに違いない。だけど、弟子は書いてないんですね。今言ったし、神仏も書いてないし、正信坊も書いてない。他に親鸞聖人と出会ったのは誰だって言ったら、孫。如心という方です。如心聖人って方は、長男が、親鸞聖人の長男を善鸞様って言うんですけど、これが後で義絶と言って感動されるんですね。そのお子さんなんだ。だから善鸞様のお子さんが如心聖人で、如心聖人は確かに親鸞聖人と出会ってるというか、もしも最晩年に親鸞聖人と一緒に暮らしてるんですよね。もう親鸞聖人の元で育ったって言ってもいいでしょうね。だから、最初は如心聖人が書いたんだろうって言われてたわけ。ただそれが内容を読んでいくと、どうも違う。うん。と、誰かって話になって、江戸時代に、お東の良生っていうお坊さんが、論文を書きましてね、それを暗号という、まあ、お坊さんの勉強会で発表した。それが、善鸞説なんです。善鸞説じゃない、唯円説。これはだから内容から見て、唯円というお弟子が書いたに違いない。で、その唯円を相手に、ある時、親鸞聖人が、こういうことを尋ねるんです。唯円と親鸞聖人って年が40違う。で、お前は私の言う通りできるかってこう言うんです。もちろんです。お師匠さんですからね。本当だな。もう一回念を押す。詳しくは歎異抄の第13条を読んでみたらそう書いてあるんです。本当だな。もちろんですって言うんですね。三相楼。三相楼ってことはもちろんです。
そしたら親鸞聖人何言い出したかと思ったら、人千人殺してみろ。往生は一生すべしと。こういう物騒なこと言うんですよ。人を千人殺したらお浄土に参れるぞと。これはね、元があるんです。元は何かというと、お釈迦様の時代に、お釈迦様以外の宗教、これを下道と言うんですね。下道というとね、なんか悪口みたいに聞こえるけど、下っていうのは外っていうことです。道は道。だから下道っていうのは仏道以外の道というんで、仏道の外の道というんで、仏様の教え以外の宗教を下道と呼ぶんです。その下道のお師匠さんのもとで修行していた修行者が、そのお師匠さんの奥さんがその修行者に恋をしてね、誘惑するんですよ。だけどその弟子は真面目な弟子ですから、いや、あんなもお師匠さんのね、奥さんとそんな関係になるわけにいきませんって言って、振るんだよね。こうしたら恥かかされたって言って、その奥さんがね、自分の亭主の師匠に嘘を言うんです。あんたの弟子はね、私を誘惑したよって言うんです。嘘を言うんだよ。そしたらそのお師匠さんがそれまともに受けて、で、弟子を呼んでね、お前にこれから特別のね、教えを授ける。人千人殺して、その殺した人間の指で首飾りを作れ。その首飾りが全部完成した時にお前は悟りを開くという、こういう無茶苦茶な教えを言うわけよ。で、まあ弟子は本気になってそれを始めるんですね。で、この話が元になってできたのが弁慶と義経なんだよ。だからみんなが知ってる話なんです、これ。お経で有名な。だから弁慶が橋の上に出てきて、あれ刀千本って言うでしょ？あれがそうなんだ。刀千本取ったら、お前の望みは叶う。で、それを弁慶が、夜な夜なね、五条の橋の上に出て、刀を取る、辻斬りを始めるわけだな。で、それと義経がばったり出会って、で、五条の橋の上で蝶々橋やったら、弁慶が負けて、で、義経の家来になったっていうのは、これは伝説なんですよ。元は今言ったお釈迦様の話なんです。だから夜な夜な町に出てね、人殺しを始めた、これアングリマーラって言うんですけど、そのアングリマーラの話を聞いたお釈迦様が夜出かけていくんですね。で、自らそのアングリマーラに対して教えを説いて、このアングリマーラが自分のやってることの恐ろしさに気がついて、で、改心してお釈迦様の弟子になるんです。こういう話が実はある。それを元にして話をしてるんですよ。だから、そういう物騒なことだけども、まあ、お互い分かって言ってるわけですね。親鸞聖人も、唯円さんも。だから、お前、わしの言う通りに、できるなって念をしといて、人千人殺してみろと言ったわけ。ただ、唯円さんが何て答えたかって言ったら、いやいや、とんでもありません。私は千人どころか一人も殺せません。って言った。そしたら、親鸞聖人が何て言ったから、お前、さっき、わしの言う通りにやると言ったよなと。だちゃんと言ってるわけですよ。あんたは俺の言う通りにできるか。もちろんです。じゃあ千人殺してみる。いや、とてもできません。たださっきお前わしの言う通りやるって言ったじゃない。で、この後に親鸞聖人が何て言ったかって、これにて知るべし。何を知れって言ったから、我が心の良くて殺さぬにてはあらち。だから私の心がいいから千人殺さないんじゃないんだ。過去において、これが出てくる。千人殺す宿業がないから、殺すことができないんだと。これちょっと絵に描きますよ。絵に描いた方が分かりやすいからね。こうなってるね。で、ここで親鸞聖人が言ってるわけです。唯円に。人千人殺してみろ。だから唯円がとてもできませんと。それはお前の心がいいから千人殺さないんじゃないんだ。ここにおいて、人千人殺す種まき。行いです。人を千人殺すというほどの種まきがなされてないから、ここでお師匠さんにやれと言われてもそれができないんだって言ってるんです。もう一つ逆の言い方してますね。一人も殺すまいと思っても、千人殺すことが起きるぞと。
だから、去るべき豪宴の催さば、いかなる振る舞いをもすべしと。だから、縁がやってきたら、お互い何をするかわからないところを生きてるんだっていうんです。これが今の人生の、私の人生の姿なんだね。だから、我々のこの人生はね、これが関係してるってことなんですよ。だから、お師匠さんからやれって言われてもできない。なぜできないかって言ったら、やるだけの種まきがなされてない。もっと言えば、ここで一千人殺す種まきがされておったら、一人も殺すまいと思っても、ここで一千人殺すってことが出てくるんだよって言ってるんです。これ何言ってるんですかね。要するに、私のこの人生はな、思うように生きられるような話じゃないぞって言ってるんです。しかも神様が私の運命を支配してるわけでもないし、仏様が支配してるわけでもないんですよ。私のこれが、これを作ってるわけ。ってことになったら、今私に生き方説かれても、救いにならないよね。浄土真宗が生き方を問わない理由はこれなんです。ここまで話しなきゃ話にならない。ね、うん、立派な生き方しましょうってみんな知ってますよ。だけど立派な生き方をしたいと思ってもなかなか生きられないから悩むんでしょ。嘘つくのは悪いことだって知ってるから嘘ついて悩むんですよ。だからこの世に生きるべきだ。この世に生きましょう。もっと言う念仏をね、申す人は、この世に生きようじゃありませんかって、いくらそれ言われても、これが関係してくるわけ。だから浄土真宗は生き方を説かないんです。それをなんか生き方を言い始めてるってことを言ったら、ちょっとおかしいな、これ。もうその時点で浄土真宗じゃないね、これは。言い方言わない。じゃあどうでもいいかって言ったら、ね、そんなね、自分の思うように生きられないですよ、これ。だから、「歎異抄」の結論はどうなってるかっていうのは、善悪は業報に差し任せて。だから、いいことも悪いことも業報ですから、このやった行いに任せて、ひとえに本願を頼み参らせればこそ。だから、阿弥陀様は生き方をね、生き方によって生まれさせる生まれさせないと言わないんだ。だから私の生き方に応じて、お前は立派な生き方したから浄土に生まれさせるとか、ね、お前の生き方はダメだから生まれさせないとかって言って、生き方に応じて浄土往生をさせるさせないじゃないんです。阿弥陀様にお任せするものが浄土に生まれるんで、阿弥陀様にお任せしないものは、たとえ念仏するものであっても、それはちゃんとした浄土には往生できないよって言ってるんです。だから、信心が大事だってことを言ってるわけね。生き方じゃなくてね。信心ってことは阿弥陀様に任せるってことだから。だから、善悪は業報に差し任せてってことは、これは私がやってることがここで起きてるんですよ。で、一重に本願を頼み参らせればこそってことは、阿弥陀様は一切生き方を問わずに、そのまま救うとおっしゃってるんだから、一重に、ね、善悪は業報に差し任せて、一重に本願を頼み参らせればこそ、他力にては将来って言って、他力の救いというのはそういうことなんだって言うんです。ってことになったら、私の生き方のせいに救いがあるって話じゃないや。生き方の末に救いがあるんだったら、臨終間に合いませんよ、皆さん。臨終の時に生き方言われてどうします？ねえ。もう生き方終わってんだよ。もうそんな時間ない、ね。よく布教の最後にね、それでは皆さん、お帳簿が大切ですから、これからもお帳簿を一生懸命いたしましょうって、説教で締める人いるけど、臨終に言われても困るまで。お帳簿が大切って言われたって、もう臨終なんだから聞く暇ないやん。だからお帳簿が大切っていう話じゃ救われないんですよ。何を聞くかっていう話なんだ。
何を聞くかと言ったら、さっきの阿弥陀様の救いというのは、私の生き方を問わないんです。どんな生き方をしているもんでも、そのまま救う。条件がついてない。これに出会うということですよ。だから、善悪は合法に差し任せて、一人に本願を頼み参らせればこそ、他力にては将来。とこうおっしゃる。ということは、これは何かと言ったら、ここまでずーっと生きてきた。だから、生まれて死んで、生まれて死んで、ね。これが生死の苦海ほとりなしだ。だから私の生まれる前もあって、そのまた生まれる前もあって、その生まれる前もあって、ずーっと生きてきた。で、ずーっと生きてきて、この度生まれてね、死ぬまで生きるでしょ。このまんまのこれだけの話だったら、生まれてから死ぬまでの話がこれを作るんです。だから、人を殺したら地獄に落ちるってのは本当なの。どっかに地獄があるんじゃないんですよ。人を殺したという事実が自分に地獄をね、もたらすのね。だから、己のやった行いの結果を自分が受けるんです。だから、人に地獄を味わわせたものが自分が地獄を受けるね。だから、ここまでで、生まれてから死ぬまでの行いが次を作るんだな。で、ここでやった行いが次を作って、ここでやった行いが次を作ってて、これが迷いの世界なんです。生まれては死に、生まれては死に、生まれては死にと、この宿業を生きてるわけ。ところが、ここにおいて、他力の信心をいただく。信心いただくってことはね、どういうことかって言ったら、まず、信心いただくというから、何かいただくものがあるんだと、思うわね。信心って言うんだから。だけどね、信心って言葉はね、これ宗教でどんな、宗教も信心を言わない宗教はないです。ところが、信心の別名があるんだよ。この信心の別名は親鸞聖人しか使わない。それはどういう言葉かって言ったら、これ、無疑心。これ、信心の別名ですよ。もう一つある。同じこと言ってんの。同じこと言ってんのはね。義害無造。義害って何かって言ったら、疑いが蓋になってるわけ。無造ってことは、この蓋が外れてる状況。だから、計らいがない。疑いがない。疑いってのは何かって言ったらね、働いてる阿弥陀様に対してそれを疑うわけだから。働いてる阿弥陀様に対して疑うのは、何かって言ったら、私の計らいなんだ。阿弥陀様が働いて私を仏にするんだから、阿弥陀様の働きを信じたということは、私の計らいがなくなるんです。だから名号を聞くってことは、私の計らいがなくなるってことなんです。なんで名号を聞くと、私の計らいがなくなるかって言ったら、名号っていうのは、本願成就を表すんです。本願成就ということは、私はすべてのものを仏にする、仏になりますと、阿弥陀様が自分に条件をつけたわけ。いくつ条件をつけたかったら、四十八の条件をつけた。そしてこの四十八の条件がすべて成就しない限りは、私は仏とは名乗りませんと、この四十八の条件を満足させるために、ご修行に入られましたって言うんです。で、ここまでお釈迦様がお説教してくださったら、阿難というお弟子が聞いてね、質問するんですよ。お釈迦様はその、法蔵菩薩様は、まだご修行中なんですか、それとも、ご修行が完成して、仏様とおなりなんですかと質問した。その答えが、その法蔵菩薩はもう仏になってから、実行という時間が経ってる。
これが和さんの弥陀成仏のこの方は今に実行へたまえり、発心の降臨際もなく背の盲明を照らすなりってことは、阿弥陀様はもう仏様となってあなたの上に届いてますよ、あなたの上に働いてますよ、あなたを救おうと働いてますよということなんです。で、阿弥陀様が働いてるのになぜ私が救われないかと言ったら、その働きを疑ってるから。阿弥陀様の働きを疑うってことは、私が何かやってお浄土に参ろうとしてるってことです。だから説教聴聞して信心いただいてから参ろうね。えもちろん聴聞しなきゃ信心いただけませんよ。だけど聴聞して信心いただこうってことは自力だからね。じゃあ聴聞しなきゃいいかって、聴聞しなきゃ永遠にいただけますよ。だからね、これがね、あれで浄土真宗の一番の難関なんだな。いただこう、いただこうっていう心が一番いただけない邪魔してるんです。なんてかって、いただこう、いただこうっていうのは私の計らいでしょ？計らいこれ。私の計らいってことは阿弥陀様の計らいを疑ってんだよ。だから私の計らい持ち出さないと安心できない。阿弥陀様が働いてるってことを知ったら、私の計らいいらんじゃない。で、阿弥陀様が働いてるってどこで知るかって言ったら、南無阿弥陀仏が私の世界に聞こえておる、届いておるということが、実は本願が成就して阿弥陀様が働いてる姿なんだ、証拠なんだと言ったのが親鸞聖人や蓮如聖人なんです。ここが浄土宗と違うんだ。浄土宗は念仏は私がするものなんです。私が念仏して浄土に生まれるというのは浄土宗。親鸞聖人や蓮如聖人の浄土真宗は、阿弥陀様が南無阿弥陀仏の名号となって、私の世界に届いておるということが最初なんです。だからその南無阿弥陀仏の言われを聞いたら、どういうことかって言ったら、もう阿弥陀様は働いてらっしゃったんだ。阿弥陀様の働いてる証拠が、南無阿弥陀仏が私の世界に届いているということだったんだって言ったら、これがなくなるでしょう。それを信心いただいたって言うんですよ。これね。そのこと言ってるんです。そうすると、疑いだね。これが計らいがない。これは疑いって言うけど、これはもうちょっと手に入ったら計らい。これが名号を聞く。これはね。無量寿経の中心の本願成就門に、その名号を聞いて信心歓喜ないし一年ってことが出てくる。その名号っていうのは何かって言ったら、お釈迦様が南無阿弥陀仏の言われを説いた。南無阿弥陀仏の言われとは何かって言ったら、四十八願が成就して働いてる姿が私の世界に届いております南無阿弥陀仏の名号だとやったんだよ。これが名号のお言われ。その名号のお言われを聞いて私の計らいがなくなった。これがもうその名号を聞いて信心歓喜ないし一年の一年は、これ蓮如聖人が頼む一年の時って言ってる。だから計らいがなくなったことを頼む一年って言ってるんです。ってことはどういうことか。私の計らいがなくなったらどうなるかって言ったら、そしたらそれまでね、私の上に弥陀成仏のこの方はと言って働いていた阿弥陀仏の働きがそのまんま私の上に働くんや。ってことは何かって言ったら、私の計らいが負担になって、ね、阿弥陀様の計らいの邪魔してたんです。阿弥陀様の計らいっていうのは私のお念仏となって働くという計らいなんです。だから阿弥陀様のね、救いの最終はね、私はあなたのお念仏となってあなたに救いを告げる。これが先ほど皆でお勤めした十聖偈の内容なんです。ガーシー成仏道明生超十方空境民生門政風上昇学。それは私が仏となった暁にはね、私の名前が声となって十方世界に届きますように、私の名前が声となって十方世界に届くって言ったら念仏でしょ。だから私はお念仏となってあなたにね、救いを告げるっていう。だから浄土真宗の念仏は唱えて救われるんじゃなくて、唱えている南無阿弥陀仏の言われを聞いて救われるんですよ。
その言われを聞いて救われるのを信心正因と言うんです。唱えることが王女の役に立ったら、これ正名正因だ。正名というと念仏が浄土王女の種になるって言ったら、正名正因の慰安人になるんですよ、浄土真宗では。浄土宗行ったらそれ、誰も文句言わない。ああ、そりゃそうや、念仏唱えてお浄土に参るんだから、ああ、念仏しなきゃお浄土に参りませんから、って言うんよね。で、念仏をしてお浄土に参るというのを信心と言ってるんです。浄土真宗の信心は、念仏したら浄土に生まれると信じることを信心とは言いませんよ。私の計らいがないということを信心と言ってるんです。だから私の計らいが邪魔してた。蓋っていうのはね、わかるでしょ？蓋っていうのは中に入っているものは出ないんです。外にあるものが入らない。これが蓋だ。だから蓋が取れると、ね、すでに私の上に届いて、何が届いてるの？阿弥陀様が届いてるの。阿弥陀様が届いて念仏となって出ようとしてるのを、こいつの計らいが邪魔してきた。どういう邪魔してきたかったら、念仏なんか誰がするもんかと。まだ私はそんな歳じゃありませんからつって、しなかったでしょ？これ自力心や。せっかくお念仏に出会ってもね、念仏して助かろう。これも自力なんだよ。だから唱えるも自力。唱えないも自力だ。なぜかというと、唱える唱えないということは、こっちの受け持ちになってるからね。これが私の計らいなんです。だから、名号と南無阿弥陀仏を出会ったら、この計らいの蓋が取れるでしょう。そしたら、すでにもうここに届いている阿弥陀の働きがそのまんま出てくる。そのまんま出てくるものを、親鸞聖人は、こう読んだ。これ、正名の正という字やね。これはね、はかりっていうのは、え？平らって、これがね、で、こうか。これ、はかり。これと同じだって言うんですよ。はかり。だから、正ははかり。唱えるっていうのははかりだって。はかりって何だっていうと、はかりったらこれや。もうこれははかり、はかりの絵だと思ってください。ここに100グラム乗せると、100が出る。乗ってるものがそのまま出るのははかりって言うんです。と、私の上に届いてる乗ってるものってのは何万打仏や、名号や。これが私の計らいがなくなると、南無阿弥陀仏がそのまま私の口の上に現れる。これの、これを、正名と正、はかり。何が出てくるって、名号や。これが他力の念仏なんです。他力の念仏っていうのはね、自力の念仏っていうのは、縁は関係ないんだよ。日がな何万だぶ、何万だぶ、何万だぶ。これ自力だよ。他力の念仏ってのは、例えば、阿弥陀様の前に立ったら自然に手が合わさって何万だぶだ。縁によってのお念仏が出てくださる。これが他力なんです。縁によるってことを他力って言うんです。だからありがたい話聞いたら何万だぶそうお念仏が出る。ね。もっとお葬式見ても念仏が出る。あ、ぼちぼち私も終わりだな。でも、終わるんじゃない。仏になるんだ。何万だぶ、何万だぶ。お寺前ではこう、ご本尊って言って何万だぶ。これが他力の念仏なんですよ。だから阿弥陀様の働くままの念仏だ。うん。それは私の計らいが取られた、私の上に働いてる南無阿弥陀仏がそのまま出ておる姿だと。だから、これを歌で読んだら、我唱え、我聞くなれど南無阿弥陀、連れて行くぞの弥陀の呼び声と。こう読んだ和尚さんが熊本におった、原口真水という和尚ね。我唱え、我聞くなれど南無阿弥陀、連れて行くぞの弥陀の呼び声。連れて行くってことは、ここに阿弥陀様が一緒におるってことでしょ？もう心配ないや。ね、今は臨終でも間に合ってるでしょ？
これが浄土真宗の話なんです。今聞いて今助かる話じゃなきゃ浄土真宗じゃない。今聞いて今助かるっていうのは、念仏したら助かる、信じいただいたら助かる。って言ったら今の話じゃないや。念仏するのも信じいただくのも先未来でしょ？今助かるってことは、阿弥陀様のそのまま救うがなかったら今の救いは成立しないんですよ。そのままってことは条件がついてないってことだ。条件がついてないってことは今が臨終で間に合っておるよっていうことだ。これを聞いて今晩安らかに眠ることができない人は、まだ計らいが取れてないっていうことだ。ということになるわけですね。うん。まあちょうど40分になりましたから、夜はこれぐらいまでにさせていただいて、寛容は五分章の拝読といたします。承認一流のご関係の趣は、新人のもって本とせられ候。そのゆえは、もろもろの造業を投げ捨てて、一心に乱に奇妙をすれば、不可思議の眼力通して、仏の方より往生は事情をせしめたも、そのくらいを一年ぽっき入症状始終とも釈し、その上の称名念仏た、如来はが往生を定めたまいし、御恩法人の念仏と、心べきなり、あなかしこ、あなかしこ。何万だべ、何万だ。ご一緒に合唱お念仏申しましょう。ナマンダブ、ナマンダブ、ナマンダブ。礼拝。ありがとうございました。